はい、どうも皆さん、こんにちは、まるちゃんです。ということでね、今回なんですけれども、今回はですね、ここにね、新しいね、ボットがね、新しいボットがね、湧いているということで、今回ね、そいつをね、そいつの能力っていうかね、特殊なね、ボットなんですけど、HP20 を、生贄に、ランダムで武器をね、獲得できるという能力になってるんですけど、あれですね。こいつ、普通に攻撃してもね、倒せません。はい。これ倒せません。あいつはね、倒せないんですよ。あのボットは。キャプテンアメリカの盾で倒せるらしいんですけど。よいしょ。案外有能かもしれないんで、倒さずにね。今回はちょっと、武器をね、引き出していこうと、こいつから。強い武器を。多分ね、試してないんでわからないんですけど、こいつはね、話しかけるとわかるんですけど、メフィストくんですね。話しかけるとわかるんですけど、もうこれね、多分リブートなんで、多分、ディオとかトリオとかスカットだとね、味方をね、リブートさせることができると思います。で、こちらですね、本来は。HP、体力の20ポイントと引き換えにランダムの武器を得る。これ、用いてやるとね、20ね、体力減るんですけど、今ね、これストライカーアサルトライフルが追加されました。これをね、ちょっとね、どんどんやって、強いアイテムをね、ゲットしていこうかなと。で、医療キットをマークと。はい、ポンプ来ましたね。ショットガンはゲッチュできたと。ということで、今回はね、体力回復がね、すごい必要なんで、今回はね、体力回復を探しまくります。包帯とかね。医療キットと包帯で、チャグとかもね、集めて、ちょっとあいつからね、いろいろいい武器をね、引き出していこうかなと。だからいっぱいキットとかね、肉回復できるアイテムが欲しいかな。よいしょ。お、いいね。案外もう、いい感じに。よし。この下の宝箱取ったらもう一回、いっぱいだ。ほい、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 ほい。おー、いいね。でね、用が済んだらこのキャプテンアメリカの盾でしっかりと始末してやろうかなと思ってるんで。うわ、金本来た。めっちゃええやん。金本あざす、メフィスト殿。はい。はい。これ HP 見てね、ちゃんとやらないと死んじゃうんで、しっかりと気をつけながら回復を集めて、ここで話しかけまくって、いい武器をゲットすると。金スカとかも来てほしいかな。あ。もうね、買えなくなっちゃいましたね。上限があるんですね、やっぱ。さすがに無限に変えたら強すぎるもんな。ということでね、メフィストさんね、これもうこれ何にもゲットできんで、こうやって、普通に殴っても当たらないんですよ。ただ、これをこう投げて、こいつの後ろに回ると。これするとね、50ダメ入ります。これでね、しっかりと倒しておいてあげようかなと。はい。ほい。ほい。どうだい、メフィスト殿。痛いかい？え？攻撃できないね、座った状態で。え？ちょっとこれ邪魔だな。一回どけるか。よいしょ。ほいと。ほい。ほい。ちょ、アイテム取れない。よし。ほい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 。どうしたんだよ、メフィスト殿。え？どうしたんだよ、こっち向きなさいよ、メフィスト殿。うぇーい。よし。今楽にしてやるよ、メフィスト殿。おい。これで倒せるらしいんでね。倒していこうかなと。時間かかりそうやな、俺。シールド割れないけど。ほい。シールドどんぐらいあるんだろうな。2ボット300、400ぐらいだと思うけど。お、割れたね。ってことはこれでボットはだいたい HP は100なんだよ。どうだいはい、メフィスト撃破していく。はい、盾がなくなりましたね。はい、僕が王です。はい、僕が王です。ということでね。こういう風にすると、メフィストさんをね、倒せるということで、皆さんも試してみてください。これでね、他の人に、メフィストの能力を使われることはないでしょう。うお、金バーストまで出てる。最強だね。はい、ということで、じゃあ、これね、超強いアイテムが揃ってしまったんで、ちょっと敵を倒しに行こうかなということでやっていきましょう。ちなみにランクではね、ボット湧かないんで、ランクではね、できないんですけど、普通の通常マッチならできるということで、皆さん試してみてください。ほい、ほい。
いやジェットパックがね消えてしまったんで移動がちょっと大変なんですけど、頑張るしかないかな。レッツラゴー。なんかいるよーん。はーい、金ポンプ強いね。やっぱりメフィストからもらった金ポンプは最強か。え、ここもめっちゃ建築あたりやん。敵がいたようですの。近くにはいないっぽいけど、どっか行っちゃった。あ、あれか。ほい、あいた、欲しい、グー、キルバゲタ、楽しい。バレてはないのかな、別に。サイド回りまして、まあ、囲わず回復してるんでね。ちょっとスコープあったらもうちょい当てれた気がする。スコープ欲しいな、やっぱ。ハロー。別にも撃たれてるし、かわいそうに。ゲートキーパーいたすぎな、これ。大丈夫、ゲートキーパーがいたすぎるってやつ。これちょっと敵来ちゃったけど大丈夫、回復ぐらいさせてくれるよね、もちろん。お、ありがとう。ちょ、これが邪魔で建築できない、危な。邪魔すぎた今のあれ。お肉ないからさ、お肉回復してほしいな。結構あっ、地味にうまい。きっと負けそうだね。よし、医療キット負けたらもう勝ちやで俺。おい、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 おい。あ、甘さかった。じゃあこっちだ。おい、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 おい。ゲートキーパー怖いな。ほいとー、よいしょ。ちょっと長引いたな、この人。やりよったわ。もうどっちも100か。あっちから撃ってきたやついたんだけどな。どういった？メダルも来てるしな。こっちから撃ってきたやついたんだけど。メダル行きたいな。さあ、サーチメダルちゃんが近いよー。あれか。お、こやつのやりよう。あ、待って、リセットリセット。よいしょ、忍法全方向アーマードウォール。よし、この時潰されそうだな。ユータそばからやん。いや、やらかしたな。最強の金ポンプと最強の金バーストだったのよ。いやー、まああれはリセットミスったわしが悪いわな。まあ GG ということでね。まあメフィスト君ね、デュオとかスコットだったらね、多分リブートとかもできるし、さらにさらに、ああいう風にね、武器とかね、強い武器ね、まあ20はちょっと痛いけどね、まあ医療キット3つぐらいあったらね、まあ多分全部買えるんで、まあ全部買う頃には、まあ金ポンプとかね、金バーストとか、まあ何かしらの金武器が出るんじゃないかな。はい、ということで、ね、皆さんもね、メフィスト君試してみてください。ということで、この動画がいいなと思った方は、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。